どうもこんにちは、けいすけです。はい、今日もブログを撮っていこうと思います。はい、今日はちょっとリムダムの撮影でまあ、ちょっとスタジオを借りているんですけど、あと20分ぐらいで出なきゃいけないんですけど、昨日上げた動画ですね、誕生日プレゼント欲しいものリスト貼ってあるんで、よかったら買ってくださいと言ってたあのリストからですね、早速ちょっとラコステのバッグと、マットレスと、はい、なんかご購入していただいた方がちょっといらっしゃって、ちょっとそのお礼の動画をね、ちょっとすぐ撮りたいということで、本当にありがとうございます。ちょっと他にも多分、何かしらのアイテムを購入してくださっている方がね、もうすでにこの動画を上げる頃にはちょっといらっしゃると思うので、はい、プレゼント購入していただいてありがとうございます。はい、ちょっとそのお礼とまではちょっとねいかないと思うんですけど、まあ、またちょっとダンスお役立ち情報をちょっとこの動画で更新できればと思っております。はい、今日はサイファーでちょっと踊るときに、まあ、いつもチームメイトのねミュウと、リンカに対してちょっとね思っている、もうちょっとここをねこうしたらいいんじゃないかみたいなちょっと改善点をちょっと一緒に、ちょっと直していくという様子をね多分収めれると思うので、ぜひですねサークルだったりとか、まあ、ダンススクールとかでソロをね踊る機会が、ある方は参考にしてもらえると嬉しいです。はい、ということで、ちょっと早速練習の方を移っていきたいと思います。あと9月の25日、はい、名古屋市内で、はい、レッスンありますので、ぜひですねヒットを中心に基礎的な技をやるレッスンと、ウェーブを中心にちょっとアニメーションっぽい質感を出すレッスン、はい、2つありますので、はい、1レッスン3000円で2レッスン同時参加で、連続参加で5000円というふうになっておりますので、9月25日、はい、お昼空いてる方はですね、ぜひインスタグラムに、DM でご連絡いただけると嬉しいです。はい、東京でも、はい、レッスンありますので、9月は、はい、お誕生日おめでとうと言いに来てもらえると嬉しいです。はい、ということでよろしくお願いします。はい、ということで、今日はですね2人にまあ、いつかね、ちょっと2人で2 on 2のバトルに出てもらおうと思っているので、そう、まあ、インパクト、なんかアクセントの付け方ですね、をちょっと、ちょっと2人に練習してもらいたくて、結構、2人がアクセントをつけるときって、体が結構、内にこもることが多くて、これはね、動画見てる人も、多分みんな、うん、本当、みんなそうなんだけど、僕もそうなんだけど、なんか力が入ると自分の中でダンスが強まってるって感じちゃうんだけど、そう思ってるのはお前だけだというふうに、はい、いつも言ってて、例えば今僕むっちゃ足に力入れてるんですよ、実はブーって全然多分伝わってなかったと思います。と一緒で、自分がこうやって力を入れてフッてやってるからといって力強く見えるのとはまた別、力を使ってるのと力強く見えてるのは全然別ということで、アクセントを作るときにちょっと2人に意識してほしいのが、ダンスが結構正面ずっと向きがちで、顔の向きと体の向きが揃いがちなので、アクセントをつけたいときっていうのは、やっぱこちらわざと緩くこうやって待ったりしてて、いきなりこう顔の向きをグーンと変えてあげたりとかすると結構ね、インパクトが作れます。こうやって急に下向いたりしても、おおみたいな、結構見てて、そのやっぱ人間って顔見ちゃうんで、その顔の位置がグモンってずれたりすると、だからネックロールもすごい大事になってくる。自分でこう顔を一歩押してあげたりするだけで、そのバランスの崩しからみたいな、結構力強さが生まれたりするので、こう落ち着いて、わざと落ち着かせて視線を集中させてから、いきなり顔の向きを変えてあげるとインパクトが結構生まれやすいんで、ちょっとそれを意識して踊ってみましょう。
っちゃむずいでしょ。これね、むっちゃむずいんですよ。まず、そもそも論、アクセントをつける。要するに、わって言った時に、びっくりしたって思われるためには、実はさ、わって言ったら、びっくりしたってなっちゃう。それが、みんな聞いてってずっと喋ってたら、わって言ってもさ、もうなんか、その、みんな聞いてわって言ったら、ただわって言いたいだけの人になるし、こうひそひそ話したら心霊の話と一緒。なんかお前だーみたいなオチの話してる、なんかの捨て子がどうも、あれ実はみたいなことで、空気をまずそもそも作れないとこの方法ってうまくいかない。こうやって踊ってて、ちょっとこうやって首入れたところで別にそれはアクセントにはならない。でもそれがドンドンドンフッてやったらアクセントになるし、逆にこうやって普段からもう抑えきれないと、たまにこうやってやってもただ暴れてるだけのブレブレダンスにしか見えないっていう。だまずそもそものこう視線を引きつけるお膳立てがあってからの急な頭の動きとか、ただもう一個がブーンって何か持ってくって時に転んじゃダメじゃん。だからキャッチできる先がないといけないんだね。こう踊っててボーンってやった時にこのキャッチできる先がないと飛べないから、だから自分の踊りがまずこのサイズしかない人はアクセントつけようと思ってもここにしか行けない、ここにしか行けない、ここにしか行けないからアクセントにならない。だからそのグーンってやった時にその自分の中でそれをキャッチできる足元がないとダメっていう。そうだからもう YouTube で公開したところで多分5人ぐらいにしかたくさん来ないんだけど、でも2人はじゃあそれをやろうとします、あできねえなとか、確かに自分そういう受け先がないわってなったら、こう大きく踊って体勢を崩しておいてそこに一瞬で行くっていう。まず道をゆっくり歩いてそこを一瞬で移動するっていう練習に切り替えると、そういうアクセントを作るっていうのが楽になりやすい。そうで、このゴーができない人はどこに行きたいかっていうのがまずシルエットとしてインプットがないとなかなかうまくいかない。そうそうそう、まあそんな感じで頑張ってみてください。ちょっと子供として、ちょっと小声で踊ってる動画、小声で踊ってるってちょっとこのシーンから見てる人は多分意味わかんないと思うけど、さすがに見てれば分かると思うから、要するにさっき大声を一瞬出す、一瞬だけ大声を出すお手本を見せたから、ワンって次逆にずっと小声 でひそひそ話を聞いてもらうためにはその空気作りというかガヤガヤしたことじゃ難しいしとか、そう声のトンピングちょっと低めに抑えて、こんな感じでちょっと高めのトーンで喋ると結構みんなわーって聞くんだけど、こういう感じでトーンを落としてゆっくり喋るとみたいな、まあ、印象変わるみたいな感じで、ダンスも似たようなものがあるので、まあ、どうやったら小声っぽい質感が出るかとかは、まあ、オンライン作りでやりましょう。Thank you.